何なんですかこれは。どうもハリウッドザコシショウの部屋でございますね。今日はトーク番組でございまして、はい、今日のゲストは、はい、スーパー異常者のチャーミング野田ちゃんです。ありがとうございます。なんかギャグあるんでしょ、やってくださいよ。いやいやいや、これ野田ちゃんでいい。やめてくださいよ。やってよ。ギャグでも何でもないじゃないですか。いつもだんまり決め込んで。だんまりって何なんですか。もう一回やって、もう一回。いや、もう一回。野田ちゃんでいい。スーディ。戻るんですね。ディース。スーディ。あれでしょ、だってなんかライブでさ、はい、あのハリウッド寄席かな、はい、そこで、クソミソカスクスバカゲロネタゴングショーっていうのがあって、はい、短いネタのね、うん、ゴングショーがあって、で、野田ちゃんディースでピンネタ、野田ちゃんディースって、そこで真っ白になったんでしょ。で、歌が真っ白になって、で、戻したっていう。そこで終わったんでしょ。そうです、そうです。これでウケると思った計算で言ったんで、で、来なかったんでしょ。シーンになった、もう真っ白だけど。スーッて。で、帰ってったっていうのはありますけど。いやいや、これウケたことないんで、ギャグでも何でもないんですか。いや、だってな、断ることなんかあったらやるじゃないですか。いやいや、これ僕のそのやりますけどね、ライフスタイルとして、そのライフスタイル、ライフスタイルってことのそれはクソ味噌ではこういうふうにやろうっていうのあります。ああ、それだけですよ。そうですか。これギャグも何もないんですから。いやでもね、はい、まあ、トーク番組ですから、はい、なんか最近なんかあったかなって聞きたいんですけど、はいはいはい、なんかありましたか。僕自身ですか。何でもいいですよ。はいはい、まあチャーミングっていうとコンビね、はい、コンビでいうと、まあ、二郎さんの漫画がこうどんどん跳ねてってるんで。いや、なんかね、うん、漫画描いてるよね、二郎ちゃんがね、はい、相方のね、はい、うん、ではあれに関して僕はちょっと言いたいのが、うん、やっぱ自分を美化して、美化、はい、本人が美化されて俺だけなんか異常者みたいな、うん、いや感じにちょっと描かれてるのが異常者じゃないの。いやいやいや、僕が普通なんですよ。普通なの、はい、あいつが異常者なのに、そういうようななんかその僕だけ変態みたいな書かれ方してるのが、ちょっともうどういう気で書いてんだろうなっていうのは、それちょっと思いますけどね。いやでも異常じゃないか。正常ですよ僕は。異常だって。違うんですよ。だってなんかネタをやってさ、はい、ネタやって、なんかジロちゃんのやるのが気に食わなかったか知らないけど、コントなのに止めてそれダメとかって言うんだろ。コントなのに、コント止めたらあかんやん。ちょっと やめる、もうやめるとかって言うんやろ。大御所やんか。いや、あれがもうダメっていうのがもう散々言ったことを守んないっていうのがおかしいですよ。したら散々言ったことを守んない、守ってないで、そこで間違えるっていうのがやっぱ向こうの方が異常なんですよね、やっぱ。あ、そう。僕なんかだって学生時代とかもそう言われたことないんですか。異常だって、異常だって。友達も普通にいて、普通の生活を送ってて、彼女も普通にいるような生活やってたの。芸人になってからこの異常って言われてる。いや、俺が思ったのが、俺以外が異常なんじゃないんですか。皆さんがやっぱそのちょっと変わってるんじゃないですかね。いやいや、話聞くともうヤバいねんって、ノアちゃんもう。なんかありますか。いや、もうここでは言えないですけど。いや、言ってください。余計にヤバいじゃないですか。何かを言ってください。いや、言えないですよ。いやいや、何か一つぐらい言ってください。おかしいじゃないですか。いやいや、これは言えないですよ。一個だけ言ってくださいって。え。何もないですって。いや、だってさ、はい、もう本当これ言えないですよ。いいの言って。じゃあ、ピー入れるからいいか。ピー入れるからいいか。いやいや、だってね、はい、彼女がいて、彼女のおい、いや、それはでも難しいです。ほら、いやいや、それは無理やんか。やっぱ、いやいや、それは違うじゃないですか。無理やんか。いや、それおかしいでしょ。異常行為でもない。ほいで、それや、はい、こう、それやりましたと。でもう、なっちゃいましたと、はい、で、言った言葉が、いやいや、助かったまずいだろ。
されてるんですか。これをどこまで使うの。やめてくださいよこれ。おい、でもなんか彼女といやちょっと待ってください。彼女にね、金借りてな、で金借りてさ、すぐ普通返すやん。彼女っつってもそのなーなーしたくないじゃん。ほいで電話かかってきて、ほいでもう彼女に借りてんのにやで、お金を、うっとしそうに、もう来月返すから、来月、うん、来月だっつってもうバッて切って、そんなんとか多いですやん。言ってないですよ。それ言わされただけですから。言わされただけ。そういうの言われって言われて僕がやってるで、彼女に金なんか借りてないですから。いや借りてたよ、もう結構やばいやばいって言ってたよ、だってその時は。それはたまたま借りただけです。ちゃんと返してます。返してんの、はい、来月返しました。本当に来月返した。来月な、来月って返した。来月返しましたよ。その来月前のとこを見られただけですから。そこを抜粋して言うのやめてください。そずっと引き伸ばしてたわけじゃないですか。そうですか。全然正常ですよ。助かった、はい、助かった感。助かったは、いや、やめてください。助かったはまずいですよね。助かったはもうやばい。僕は全然、他いっぱいあったでしょ。だって鍵盤がめっちゃあったんだから。なんだっけ。え、何ありましたっけ。いっぱいあったでしょ、はい、助かった。いや、あとは助かったもありますし、なんだっけ、あとは。いや、僕が言ってるわけじゃない。師匠に言わされて、朝までずっとこういうこと言わされたようなことがあったんですよね。そんなこと言わした覚えないけどな。いや、って言ったの。これで俺がもう自動的に言わなきゃいけないっていう時ありましたね、時代が。あ、そう。そうですよ、そんなことは何もないんですから。そういうの、いや、でもいろいろね、はい、その俺がビーチ部とかに住んでる時も、なんかいろいろこう来て、そういうことばっかり言ってない。師匠にずっと言わされてたんですよ、僕は。やばいやばいっつって、やばいやばい、来月な来月なとか。だから、え、だもうやばいじゃん。だからもう異常なんですよ。次郎ちゃんは別にそういうこと言わないですからね。言ってないです。言ってたやないか。もうもうやばいからっつって、もう血相変えてここに来て、どうしようどうしようっつって。で、なんかこれもう本当に言えないけど、言ってるでしょ。ピーするからいいわ。ピーじゃないです。ピーするからいいわ。ピーじゃないでしょ。あの、なんか、おいおい。いや、もうやめてくださいよ、ちょっと本当に。まずいって。ちょっと全部使えないじゃない。俺は使えないよ、こんなこと言われたら。やめてください。全部嘘ですからね。言うんで、多分やるか。やめてくださいよ。あ、そう。正常なんで、はい。正常ではないと思いますけど。だいたいそういうさ、もう本当にチャーミングのコンビで、はい、コンビ感の問題だと思うんですけど。はい、なんかね、影ではすごくすごくもう破天荒なことを言うんですけど、はい、相方にもすごくガーって言うんですよね。あそこが間違ってたと、あいつお前どういう神経してんの、おい、なあなあなあって言うじゃないですか。ほいでいざ MC とこう絡んでマイク向けられたらだんまり決めろ。ずっと何にも言わない。いや、僕もやっぱ緊張しちゃうんですよね。いざなると緊張しちゃってるんですよ。喋んないわけじゃないんですよ。偉そうにだんまり決め込んだっていうわけじゃないんですよ。緊張して頭真っ白になってる。じゃあもう相方のジローちゃんにその威張る必要ないでしょ。助けられてるんですけど、やっぱそれでやっぱ文句言いたくなっちゃうんですよ、終わった後にね。終わった後は本当ダメ出しだもんな。本当にダメ出しするっていう、そういうそこはもう生きがいでやってますんで。生きがいでやってんの、はい、それがやっぱ気持ちいいですよ。やっぱ僕がもう真っ白になってるっていう、うん、はい、いや、でもさ、はい、なんかいろいろさ、はい、今回さあるじゃん、コンテストとかあるじゃん。ありましたね。
キングオブコント、はいはいはい、うん、今回どうだったんですか。今回はまあその準決勝、前回準決勝行ったんで、行ったよね。で準決勝行って、はい、準決勝の時にもらえる、はい、あのポロシャツ、はい、とかもうついさっきまで着てたわけじゃないですか。着てましたね。ジャーメング行ったよーっつって、着てましたけど今回はまあそのシード、うん、なんで2回戦から2回戦で、はい、2回戦出て一笑いもなく、なく落ちました、ね、2回戦で落ちた、落ちました、うん、ほいで、はい、今回準決勝に行った、はい、ダーリンズの松本レンジにバカ説教されたんですよ。あのバカがもう腹立つことに、お前はもうダメだぞみたいな、うん、なんか準決勝あいつはたまたま行っただけなんですよ。たまたま行ったんですね。僕が落ちたことよりあいつが受かってることが腹渡りにひっくり返りましたからね、本当に。落ちた怒りよりよりあいつが言ってることに腹立ったんですけど、だ調子乗るじゃないですか。もう師匠も分かってましたよね、あいつが行くってことでもう調子に乗る、うん、案の定もうつい最近ありましたよ。お前はもうダメだ、うん、そういう風になんかしなきゃいけない、来年目標を決めてそれやんなきゃもうやめろみたいな。あのハゲに言われたの。あのハゲがたまたま言っただけですよ。そうだよな、ほんと俺それ聞いた時にほんとムカついちゃって、はい、もう何もう追い詰めてやろうかなと思ってた。、うん、俺先輩の権限を使って追い詰めましょうよ。あいつはもう本当にハゲてない体で今いますからね。もうそうやろ、準決勝行ってから。おいで、なんかこの間もね、なんかハゲの動画をね、はい、撮らせてやとかつって、はい、もう勘弁してとかつって、ハゲとか違うからみたいな。そう、ハゲとか違うからつって、ほいでなあ断んだよね。そうなんですよ、ハゲを見せることを。そうなあ、もうハゲは違うから、もうそういうのじゃないから。しょうもない、お前なんかハゲしか能がないないやんか、お前。そうです、あのしょうもない、ハゲ隠して、もう設定設定切り口、うん、何考えてんだあいつ頭の中で。そんなやつが負けたんですよ、あんた。いや負けてないですよ。結果的には負けたんですよ。いや結果的には負けましたよ。ハゲに負けた、ハゲには負けたって思ってないですよ、うん、全然面白くないですよ。あいつで笑ったことないですからね。はい、じゃあ助かったか助からなかったかどっちか。助かったー。やったー。どういうことなん、意味が分かんない。いや自分で言ったんでしょ。どっちかって言われたら言わざるを得ないでしょ、後輩として。どっちなのよ、だから助かったか助からなかったかって、どっち。助かったこれ何なんですか、これ。助かったって何なんですか。それは自分に聞いてくださいよ。いやいや、意味が分かんないですよ。おい、やめろ、おい。どうすんだ、こんなの。あ、分かりましたよ、はい。今日はありがとうございました。いやいや、こちら。はい。また来てください。はいはいはい。よろしくお願いします。はい。助かってー！イエーイ！これ目であいつがあったんですね。お笑いルールですからね、これ。はい。